メレは、ドイツ連邦共和国にいたザク選手、州、オスナブルック軍の市である。人口約4万6千人の同軍最大の都市で、ある。北のビーエン山地と南のトイトブルクの森との間に、置市、オスナブルック、ヘルフォルト、ビーレフェルトのほぼ中央にあたる。ブーエル、ブルーフミューレン、リームスロー、ノイエンキルヒエン、ベリングホルツハウゼンの各宿が、 ノルトベスト・ファーレン州と境を接している。この地に集落が形成されたのは800年のキリスト教会建設と荘園の建設に遡る。最初の文献記録は1169年になされている。当時、下級官僚とハンザの町であった本市は12世紀、イコーゲスモルト城とグレーネンブルク城によってオスナブルック市教領防衛の役割を担った。 この町は1969年に建設800周年を祝った。創世期からすでにグレーネガウあるいはグラインガウとも呼ばれていた。現在もメレは公園や森林を有する緑の町である。メレ軍が廃止され、この軍に属していたすべての市町村が合併した1972年7月1日以降、メレ市はニーダーザクセン州で3番目に広い都市となっている。 メレは、北のビーエン山地と南のトイトブルクの森との間の、海抜76メートルの谷に位置している。オスナブルックとビーレフェルトの2つの大都市から、それぞれ約25キロメートル離れている。また、ミュンスターオスナブルック国際空港までは、約60キロメートルの位置にある。この町は、アウトバーン a 3 5号線に面している。 メレのベリングホルツハウゼン地区でハーゼ川が流出する。この川には、ハーゼ水源の他に、アルマ水源や、冷水源も水を供給している。ゲスモルト地区でエルザ川が、ハーゼ川から分岐する。エルザ川は、ゲスモルト地港東に向かい、メレ中央とブルーフミューレン地区を通り、全長3 5トルでベル川に合流して、ベーザー川に向かう。一方、ハーゼ川は、 メレ市内を北西のオスナブリュック方面に流れる。この川は滅辺近郊でエムソ川に合流する。このように最終的な水系が異なる川の分岐はドイツで2カ所しかない。フンテ川は全長189キロメートルでベーザー川支流の中でアラー川に次いで2番目に長い川である。その水源はメレのオルデンドルフ地区とブーエル地区との間にあり、 テッタ・ビータ自然公園に属している。この川は、BN 山地を貫通する。小さな谷を通って 10km で、北ドイツ低地に達する。北に向かって流れる。この川は、デュンマークを形成している。オルデンドルフ地区、オーバーホルステン地区近郊の BN 山地にある、ヘスターブリンクは、メレ市内の最高地点である。ディードリヒスブルク場があるディードリヒスベルクは BN。 山地の主役にあたる、オルデンドルフ近郊の展望の良い場所である。ベリングホルツハウゼン市区には220メートルのボイトリングがあり、42.8ヘクタールが1937年から自然保護区に指定されている。山頂には高さ30メートルの展望塔がある。メレ市の最低地点は、イム・アッシャーブルーフの海抜63.3メートルである。 本市の面積は254平方キロメートルである。農業用地と森林が多くの部分を占めており、2011年1月1日現在、両社を合わせて約83.2%を占めている。住宅地、空き地、交通用地は14.7%である。南北の最大幅は約19.2キロメートル、東西のそれは約21.1キロメートルである。 メレ氏は、十市町村と境を接している。北東から時計回りに列記する、プロイシシュ、オルデンドルフ、レーリングハウゼン、ビュンデ、シュペンゲ、ベールター、ボルクホルツハウゼンディッセンアムトイトブルガーバルト、ヒルターアムトイトブルガーバルト、ビッセンドルフ、バートエッセン。メレ市は、1972年7月1日に、メレ軍の市町村及び、ザムトゲマインデが合併して、 現在の形となった。これ以後、面積は254平方キロメートルで、ニーダーザクセ州で、ノイシュタットアム・リューベンベルゲおよびバルスローデに次いで3番目に、広い市である。メレは8つの市区で構成されている。各市区はさらに地区に細分されるが、その教会はかつて軍を構成していた町村の教会に基づいている。メレは、温帯のアダイ西洋性気候に属す。 西風と北西風が主であり、夏には涼しく、冬には穏やかな降水量の多い気候をもたらす。このため天気は不安定で変わりやすい。年間平均気温の長期平均値は摂氏8.9度である。最も低いのは1月の摂氏1.0度、最も高いのは7月の摂氏17.0度である。冬はドイツ東部や南部に比べて穏やかであり、夏はかなり暑い。 夏の豪雨だけでなく、雨季に相当する季節もある。メレの年間降水量は776ミ、mm、リメートルで、ドイツ全体の平均値よりも多い。冬と夏の降水量はほぼ同程度である。しかし、北をビーエン山地、南をオスニングに囲まれているため、オスナブリックに比べると、降水量は少なく、年間約70ミリメートルの違いがある。メレは、 年間を通して湿潤な気候である。気象データの長期平均値を以下の表に示す。800年頃、フランク王国の王領であったエルゼ川の谷沿いの高台にあるショーエンコールブリンクに、ザクセン人に対する不況の過程で、洗礼協会が建設された。現在の市の中心部の南に古い、裁判の母大寺を有するザクセン人の農村があった。この昭円は、 死教の所領であった。現存する資料の一つに、メレが1169年に初めて記録されている。1200年頃、この集落は厚さ1メートルの壁とそこから突き出した塔を持つ城塞都市となっていた。1250年、ラーベンスベルククに対する防衛のために、65人の武装した騎士を配備したクレーネーブルク城が、 オスナブリュック司教エンゲルベルトにより建設された。1700年頃のメレを描いた同伴がメレは1359年にアピダムとして記述されており、1363年に初めて都市としての機構が整備された。同じ年に判事の任命も初めて記録されている。1443年にオスナブリュック司教ハインリヒホンメールスは この町にウィグボルズの権利を授けた。メレはオスナブルックの衛生都市でありながらベストファーレンハンザに属した。その後メレでは様々な手工業者がギルドを形成した。最も古いのは1480年の靴職人のギルドである。その後、1545年に鍛冶屋、1547年に小売り店主、椅子職人、肉屋、織物職人、 1558年に、下手屋。1573年に、パン屋。1557年に、ガラス職人、クラ職人、画家、染色職人がギルドを結成した。1553年の行政管轄の新規則が施行され、グレーネンブルクが行政の中心地となった。30年戦争の過程で、スウェーデン軍が10年間メレを占領した。 1649年と1720年の2度の大火災により、本市の一部は壊滅的な被害を受けた。1803年、ナポレオン・ボナパルトによってオスナブルック市教領が廃止された後、メレはブラウンシュバイク・クリューネブルク選定校領に編入され、1806年にベスト・ファーレン王国領となった。ウィーン会議後は1866年まで、 ハノーファー王国に属した。1853年に都市圏が授けられ、ビグボールドの権利は廃止された。1855年に鉄道建設がなされ、経済的な発展をもたらした。ハノーファー王国の併合に伴い、メレシを含むアムト・グレーネンベルクは1866年にプロイセン王国領となった。1885年、 ハノーファー王国時代から引き継がれた旧来のアムトが廃止された。アムト・グレーネンベルクとメレ氏からプロイセンのメレ軍が形成された。1945年にイギリス軍が本市を占領し、陸軍元水で英国参謀長長官であったバーナード・モント・ゴメリーは一時的にメレに司令部を置いた。都市機構はイギリスをモデルとして改革がなされた。 1966年に連邦大統領ハイン・リヒリップケはメレに金のメダルを授与して検証した。2006年にメレはニーダーザクセンの日を開催した。TDN は3日間にわたって州の文化の多彩さを表現する州の祭典で1981年から持ち回りで開催されている。メレの自治体再編は2段階で行われた。 最初は1970年であった。それまでメレ軍には56の市町村があった。これらの市町村は7つザムトゲマインデに属していた。最初に3つのザムトゲマインデが廃止され、3つの市町村に統合された。残りの4つのザムトゲマインデに属す、合わせて29の小自治体はそのまま維持された。1972年に残っていた4つのザムトゲマインデと、 すでに統合されていた三つの市町村が合併してメレ市となった。かつてのザムトゲマインデがメレ市の市区となった。ブルーフミューレン市区だけは例外的に先行するザムトゲマインデを有していない。この市区はかつてザムトゲマインデリームスローホイエルに属したベニーエンとザムトゲマインデブーエルに属したデュングドルフで構成されている。こうしてメレ市は八区で構成されることとなった。 780年頃のオスナブディック司教区創設に伴い、フリースラントとトイトブルクの森との間に、この司教区に属す十のガウの教会やジョニン主イ区の教会が設けられた。グラインガウ、緑のガウには、はじめは聖ペテロを死後聖人とする教会がメレに建設された。この教会は、司教の所領に属す荘園に設けられた。 メレの教会に関する現存する最も古い資料は1169年のものである。この資料の中ではパロチア・ミネルと記されている。おそらく12世紀にこの教会は使徒マテウスを守護聖人とした。教会を守るために背の高い蔵を含む民家による四角形のキルヒエンブルクが形成された。これは現在もよく識別できる。 メレでは1545年8月1日にもたらされた宗教会革以後聖マテウス教会は領収派が利用できる共同教会とされた。1651年に福音主義のペトリ教会が建設されるまでこの状態が続いた。この時代にはイエズス会がカトリック教区における死牧業務を担っていた。すべての貴重品や助人司祭館。 聖具係の家を含む教会はカトリックに止まった。福音主義の聖ペトリ教会は1720年のメレの大化で完全に消失し、1721年から1724年に再建された。当時のオスナブルック市教領の領主エルンスト・アグースト2世、フォン・ブラウン・シュバイク・リューネブルクがこの建設を支援した。ヘルフォルトの石膏で、 壁職人のヘルマン・シュミディンガーは、この建設に大いに関わった。20世紀に、カトリック教会組織が拡大し、聖マテウス教会は手狭になった。10年間の計画期間の後、1973年春に、古い南海壁川で、拡張工事が始まった。提訴は同じ年の10月4日になされた。この建物は、第二バチカン公会議の要求事項を満たす。 包茎屋根をいただく近代的な教会となった。宗教改革以後、メレでは福音主義教会が最大の宗教組織となっている。福音主義とカトリックの組織は1960年代から集中的な長州派対話を促進しており、共同でイベントを開催している。2015年12月31日現在のメレ氏の宗教分布は以下の通りである。 2658人が福音主義ルター派、14604人がローマイコールカトリック、235人が福音主義改革派であった。以下の表は、1972年12月31日の市町村再編以降のメレ市の人口推移で、それぞれ12月31日時点での人口を示している。1987年以降の数値は、 1987年5月25日の人口調査結果に基づくニーダー作戦集統計及びコミュニケーション技術局の研究結果である。2008年、2009年、2010年、2011年12月31日の2行目の数値はメレ市の市民インフォメーション、ドソロン、ダテン、フェイクトンによる。1961年と1970年の 数値は1972年7月1日の合併以降の地域にあたる地域の人口調査の結果である。メレの行政庁舎本市の市議会は40議席で構成されている。これに市長が加わる。本市の市長は2014年からラインハルト・ショルツが務めている。メレ市の紋章は銀字に赤い4本スポークの輪。スポークが斜めになるよう配置されている。 現在知られている、最も古い1532年の印象が、現在の紋章デザインの原型として利用された。和は、神の車を意味しており、教会と福音を象徴している。メレ氏の旗は、上から下に、上りは向かって左から右に白から青から赤に、塗り分けられ、死の紋章が描かれている。従来のザムトゲマインでの色と紋章は、 各式で機会があれば掲げられている。メレの4本スポークの輪は、聖マテウス教会本堂の最初のボールとの金目石に見られる。初めて用いられたのがいつであるかは確定されていない。おそらく、オスナブリュック司教の紋章である6本スポークの輪が、成立した1321年から200年ほど後であると推測されている。はじめは、 メレの教会とオスナブディックの聖堂参事会との結びつきを示すものであったが、その後死に引き継がれた。1649年の大火でメレの公用院も消失した。これを新たに作成し直す際、それまで単なる輪であったデザインに外枠の輪が加えられた。しかし1720年に市役所が火災に遭い、公用院は再び消失した。 市長のフリードリヒー・ヨアヒム・フォン・バーレンドルフは、公用印作成の際に1720という数値を加えた。後に、印象の縁取りは、豪華なアカンサスの葉の模様になった。元々市役所の壁沿いにあった石板に直立した4本スポークの輪が描かれている。この石板は、破壊された先行する2台の市長者を記念して、 1733年に視聴者の入り口上に掲げられた。現在の紋章の公式な姿は1939年に確定した。十字型になるのを避けて斜めに配するスポークの配置は1532年のデザインを再利用したものである。姉妹都市との継続的な交流促進により、メレは世界平和やヨーロッパの協力的発展に寄与している。 1960年代以降数多くの文化的、人的連携が結ばれている。1996年まで、作業共同体、パートナーシャフトが政治的な援助活動を行っていた。それ以降は、文化、観光委員会がこれを担当している。バート・デュレンベルク・バート・デュレンベルクで、泉の祭りが行われたことを契機に1991年6月29日に、 姉妹都市協定が締結された。両市はこれによりドイツ再統一に寄与した。この姉妹都市関係は、スポーツ、文化、音楽、教会といったレベルでのクラブ間、施設間の交流により育まれている。ベルリン大ニッケンドルフクベルリンの大ニッケンドルフ区との結びつきに関する最初のきっかけは、クイズ番組であった。メレは1960年代初めに、 ハンスローゼンタールの番組、アイナゲーゲンアレのゲストとなった。その賞金がベルリンの老人たちをグレーネガウに招待することに使われた。この訪問が後に友好関係の締結に寄与した。現在、主に学校、スポーツ、文化、観光分野で交流がなされている。姉妹都市協定は1988年5月7日に署名された。 シルレメロメレブルーフミューレンはフランスオワーズ県のシルレメロと姉妹都市関係にある。この姉妹都市協定は1990年5月27日に調印された。学生、数多くのクラブや住民団体がこの姉妹都市関係に関わっている。イエーカブピルス1993年にメレベッターの住民がラトビアのイエーカブピルスにスポーツ、文化、 戦没者埋葬地管理援護事業の分野で姉妹都市協定を結びたいという市長の要請を届けた。1994年12月17日、ハンザ時代に築かれていたバルト地方の歴史的交流を再び活性化することを主目的としてドイツバルト友好協会がメレに設立された。リトアニア及びラトビアへの最初の旅は1996年6月に、 行われた。イエーカブピルスにもメリーの DBF の相手先が設立されたため、1998年9月5日、メレで花と民族衣装の祭典が開催された機会に、漁師の友好都市協定文書に署名がなされた。レスコ1972年の地域再編後メレ軍とポーランドのレスコとの間の友好地域協定をメレ氏が引き継いだ。2年ごとに、 伝統的な、レーゲンバルダー集会がメレで行われている。このイベントには、かつてのポンメルンのレーゲンバルデ軍の住民も、ドイツ全土あるいは、近隣の国からメレに来て、郷里の思い出を蘇らせる。メレの旧宿駅には、レーゲンバルデ郷土室が入居している。メル1969年から締結されている、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏のメレとの姉妹都市、 関係は特に漁師のギムナジウムによって維持されている。毎年学生の相互訪問がなされており、フランスのメレからの学生は公式に視聴者に迎えられる。学校訪問でもさらに多くの交流が行われる。ニューメレ19世紀のメレ周辺地域からの移民は、アメリカ合衆国ミズーリ州に新たな故郷を見出し、ニューメレと名付けた。家族のつながりが残っており、 交流のためのドイツアメリカ友好協会が設立された。友好都市協定文書は1988年6月16日に署名された。ニーデトルコのニーデとの友好都市交流の担い手はドイツトルコ作業共同体である。1991年の秋祭りにメレ住民のグループがニーデを訪問した。この旅はトルコの県とにおける日常生活を学ぶための d ートックの研修旅行として行われた。その後、メレッシュの外国人諮問委員会は、有効都市協定締結を勧告し、1996年8月31日に、有効都市協定文書が確定した。ハノーファーのトルコ総領事館は、1994年5月30日に、漁師のギムナジウム間の姉妹校関係を公的に承認した。 シントイコールデアイスイコールウェイストレム現在は、ヘントの宿区となっている。シントイコールデアイスイコールウェイストレムとの友好関係は、特に、漁師の市民の人的交流に基づいている。公的な会合のほかに、様々な音楽グループ、学生、スポーツクラブ、メレッシュ青年会、労働者福祉事業団、郷土、美化協会が、定期的に、相互訪問を行っている。 姉妹協定文書は1969年1月10日に調印された。新都イコールでアイスイコールウエストレムが変都市の一部となって以後、この姉妹都市協定は支援を受け、最終的には引き継がれている。トルジョーク1994年9月6日の花と民族衣装の祭典の機会に中央ロシアのトルジョーク市との姉妹都市協定文書に署名がなされた。この文書には、 東ヨーロッパの理解と進化への意欲が明示されている。1991年3月からすでにトルジョークへの定期的な食品輸送が行われている。漁師の病院間の交流を通してトルジョークは医薬品や医療器具を入手している。メレは寄付によってこの姉妹都市のための緊急車両を経済的に援助している。4社姉妹都市協定メレのアイケンブルー地区は ベルギーのエケ、フランスのエク、スイスのアイケンと1965年からアイヒエンドルフェルン協定を結んでいる。これらの町は2年ごとに持ち回りで会合を開いている。姉妹都市協定文書は1993年6月に調印された。レックビッツメレベリングホルツハウゼンはメクレンブルクイコールフォアポンメルン州のレックビッツと姉妹都市関係を有している。 メッテ本市は2014年10月からヘント近郊のメッレと姉妹都市となっている。バルトビューネメレはメラーベルクの救済席上後に1950年に創設された野外ステージである。2007年5月6日から7日の夜に火災によりステージや舞台装置の大部分が破壊された。修復がなされた後、バルトビューネは再び多くの観客に公開された。 クルトゥール・リングメレは、修練カンプの私立祝祭ホールで定期的に演劇上演を行っている。クルトゥール・ベルクシュタット・メレーブウエルは、様々な劇団と共演で公演を行っている。また、ゲスモルト、ゾンダー・ミューレン、ベリング・ホルツハウゼン及び、ベスター・ハウゼン地区のアマチュア劇団が公演を行っている。2007年にオスナブリュッカーラントを中心とする、 移動劇団と劇場との間で演劇連盟、フェニックスが結成された。この演劇グループの本部はメレにある。メレ自動車博物館の展示室、メレ自動車博物館、メレ自動車博物館はメレ駅の近くにある。保護文化財に指定された旧格工場のホールに入居しており、3つのフロア、約3000平方メートルを占めている。このうち二つのフロアが展示スペースで、 一フロアが基礎部分となっている。対応された様々な時代の自動車、約300台が絶えず、入れ替えられながら展示されている。この自動車博物館は1984年にイベンビューレンで設立された。1997年にメレノ・ペステル通り沿いにある、かつてのメルヒャースマン家具工場跡に移転した。 これまで2000台以上の歴史的な自動車が対応され、展示された。グレーネガウ博物館、グレーネガウ博物館、グレーネガウ博物館は、郷土市の博物館である。この博物館は4棟の歴史的建造物に入居しており、これらはこの地域に、特有の木組建築の見応えあるアンサンブルを形成している。このうち最も古い建物は1527年に、 建設されたナヤである。1914年6月18日、新しく選出された市長のマイヤーツーム・ゴッテスベルゲは、博物館を設立するために古い文物を集めるよう提案した。この提案は、第一次世界大戦により中断したが、1919年に、郷土協会によって実現に移された。集められた展示品は、初めは、 視聴者の地下倉庫に収蔵された。1936年、市が購入したハーハー通りのアームトの代官、シュトルクの館に博物館が設けられた。1940年に市議会はグレーネンベルク公園に博物館を創設することを決定した。そのために1777年に建設された建物を最初に獲得した。 1960年の団体新設は文化史研究家マリア・ハイルマンの活動に由来する。この博物館はグレーネガオ及び旧メレ軍の農民や手工業の伝統を主題としている。展示品は食器類、家具、農具、民族衣装、完全に復元された家冶屋家具工房である。博物館はメレ中心部のグレーネンベルク公園にある。トラクターと 農業機械の博物館、ブルイコールメイスドルフのトラクターと、農業機械の博物館は、歴史的なトラクターや、その他の古い農業機械を展示している。毎月第1日曜日に開館している。世俗建築物、メレミッテの視聴者、メレ視聴者行政の中心は、カトリック教会や福音主義教会にも近いマルクと、広場沿いの視聴者である。この建物の博美は、 大きなステンドグラスを持つ会議室である。ステンドグラスには、紋章の他に豊かに装飾された、ットー、ダスボールでアゲマインで、ダズフーシュスタゴゼッツがあしらわれている。この立派な建物は1910年に建設された。1960年代から1970年代に、いくつかの部署が、ゲスモルト通り、グレーネンベルガー通り、修練カンプの新しい建物に移転した。 メレの最初の視聴者は1649年の火災で破壊された。二代目の視聴者も1720年の大火で炎に飲まれた。1733年に建設された純粋に機能的な建築様式の三代目の視聴者は1908年に現在の視聴者建設のために取り壊された。二つの教会の塔の近くにある視聴者の塔は小ぶりな印象を与える。 しかし、市民にとってこの塔は重要な意味がある。この塔の中にはグロッケンシュピールが備えられており、毎日8時頃に、コラール12時頃に、民謡18時頃に、夕べの歌を奏でるのである。グロッケンシュピールは、アメリカに移住した、モトメレチューミンジョン・クルーズが寄進したもので、1924年の第4アドベントに初めて奏でられた。第二次世界大戦中、 金は運び去られ、軍需品製造のためにいつぶされた。現在の金は募金運動により1951年に寄付された新しい金である。旧宿駅ハーハー通りの旧宿駅かつてのメレの宿駅は1644年に市民集会所として建設された。この建物は1720年の大火で消失しなかった数少ない建物の一つである。 18世紀から19世紀に宿駅として用いられ、マイアー家の所有となっていた。1750年頃から、オスナブルックやビーレフェルトへ向かう旅客及び、貨物の定期便が運行されるようになった。この宿駅には交換するための馬が20頭から25頭用意、されていた。乗客たちはここに宿泊することができた。この建物は、その後、 ハウスプリオールという名称のオフィスビルとして利用された。1987年から1988年にかけてメレ氏によって修復がなされ、あるテポストハルテライト改名された。現在ここでは、例えば展覧会のような公共のイベントが行われている。また、レーゲンバルダー郷土資料室は、姉妹都市であるレーゲンバルデとの結びつきを示している。ゲスモルト城。 ゲスモルト城千年頃、フランク人は東西に伸びる街道沿いのビーエン産地に荘園を築いた。これはオスナブルックからゲスモルトやメレを通り、ヘルフォルトに至るこの街道を監視し、防衛するためであった。この入植地はゲスメレ、医薬すればメレの前にある農場と名付けられた。最も古い文献上の記録は1160年になされている。 ベルンハルト・フォン・ゲスメルは、この荘園と共に、危機に対応するために城を建設する権利を、オスナブリュック司教から獲得した。エルゼ川沿いの沼地のアイヒエンシュ天面に、居住、防衛のための塔が築かれ、幅広い堀で守られた。この城は13世紀に建設され、1544年から1559年に、拡張工事がなされた。この城管は2つのデジロを持ち、 三つの防衛用の堀で囲まれていた。この堀にはそれぞれ一本ずつ本館に通じる橋がかかっていた。バロック時代に外階段とオランジュリーを持つフランス式庭園が造営された。その後庭園はイギリス式庭園に作り変えられた。以下の大官や男爵がゲスモルト城の城主となった1100年頃から1400年まで本ゲスメルや 1400年から1540年まで、ブッシェヤ。1540年から1608年まで、アメルンク仙台大館。1608年から1664年まで、オスナブリュック市教、1664年から現在まで、ハンマーシュタイン男爵。オステンバルデ館オステンバルデ館オステンバルデ館は、オルデンドルフシクとブーエルシクとの間にある、上官である。 最初の文献記録は1343年になされている。所有者は当時からすでに便家家であった。この館は山翼式の領主館からなっている。建設は1698年、1780年、1908年に行われた。敷地内には1681年建造の作油水車もある。街道からの入り口付近にはお牛の頭の形をした。 と水口を持つ泉がある。オステンバルでは、第二次世界大戦後の数年間、陸軍元帥バーナード・モント・ゴメリーの司令本部となった。現在、敷地内の旧オランジュリーでは、定期的に展覧会が開催されている。ディートリヒスブルク上ディートリヒスブルクディートリヒスブルクは、中世の防衛党を模した、ネオゴシック様式、ネオロマネスク様式の山城である。この城は、 メラーベルクの山並みの上に建てられている。この城は、広さ200ヘクタール以上の野生公園の真ん中にある。この野生公園では、数多くのイノシシやノロジカが放し飼いにされている。この城は、歴史主義、城西ロマン主義にのっとって1844年から1860年に、エルンストフォン・ビンケ男爵の依頼によって設けられた。ビンケ家は近くに位置する。 オステンバルゲ館に本拠を構えていた。建設は、エルンスト・フォン・ビンケの婿にあたる、シューレンブルク・ボルフスブルク博、ベルナーの時代に完成した。建築家は、ハノーファー王国の建築監査官を務めたエマヌエル、クベート・ファスレムであった。ゾンダー・ミューレン・カンのノの見どころ教会建築、メレの聖マテウス教会ブエルのマルティーニ教会、オットヘイエの展望塔・展望塔、メレ市内には、 展望塔がいくつか存在する。メレ天文台天文台メレ近郊には定期的に一般公開される天文台が2つある。メレオーベルンホルス展のエキスポ天文台は一般愛好家が観測に用いることができる最大のニュートン式望遠鏡を備えている。2013年のファーベルハフテスメレ6月に開催されるベディングホルツハウゼンの射撃祭は グレーネガウ最大の射撃祭であり、オスナブリュック軍全体でも最大級のものの一つである。ラインラントのバラの月曜日のパレードに類似したウルクムツークがこの祭りの見どころである。この祭りには、毎年何千人もの観客が訪れる。4月から9月に、地元の若者による初音年閉店が開かれる。また、2年に一度国内外のタコ揚げ名人によるタコ揚げ祭りが、 メレグレーネガウ飛行場で開催される。市内では、毎年3回、大規模な産業ショーが開催される、ベリングホルツハウゼンのアクティーバ、ゲルデン産業地区とバークム産業地区の産業ショーで、ある。毎年9月の第2週末に、アルテンメレ地区で、グレーネガウ全域で有名な感謝、住民祭が開催される。この祭りは、アルテンメレ消防団と、男性合唱団、リーダーターフェルが、 交代で主催している。9月のゲスモルトのキルメスは、グレーネガウ最大の市民祭である。この祭りは、聖ペトロス教会の教会同会記祭が行われる9月の第3週末と、その翌月曜日に開催される。2010年にこの教会祭は500周年を祝った。この時には、金曜日も4つ目のキルメスの日とされた。ベリングホルツハウゼンの教会祭は、 毎年7月に行われる。この他の年中行事としては、ビフルカツヨーンの日、ブーエルの市、メレのゼラニウム市、ベリングホルツハウゼンの市民公演祭、ブルーフミューレの秋祭り、6月の住民集会、ブルスティーン、ベリングホルツハウゼンの野外プールでの24時間水泳がある。2003年から10、11月にファーベルハフテスメレが開催されている。これは、 内市街の様々な建物や、クアパルクを多彩な色の照明で、ライトアップするものである。クリスマスマーケットは、メレミッテとゲスモルトシク、ベリングホルツハウゼンシク、ノイエンキルヒエンシク、ブーエルシクで、アドベント期間中に開催される。地元の特別な料理としては、ゲスモルダーピッケルトがある。これは、カステンピッケルとして調理される。つまり、 食パンのような箱状の型に入れて焼かれ、冷めた後に薄く切り分けられ、フライパンで熱した油と共に焼かれる。メレ市の主な経済分野は木工業と金属加工業である。その他の分野としては食品、ゴム、合成樹脂の加工業がある。メレはかつてアウトバーン A30 号線沿いの流通拠点としても発展した。 1900年頃のシュタルケメレ社メレで最も古い工場の一つがカールシュタルケメレである。この工場はマッチの専売権を有していた。この他にインクや靴クリームの製造もいった。現在この会社は研磨剤の製造に特化している。シュパルテルム・フォイエルングス・テクニック・ GMBH はこの地域最大の雇用種で約5万個の暖炉、回路、バーチャル暖炉を製造している。 この会社は、マンフレートロコッサによって1986年に設立され、有名ブランドとしてこの分野のリーディングカンパニーの一つとなっている。テトラジー MBH は、スペクトラム・ブランツ・コンツェルンの子会社であり、世界的で最も重要なアクアリウム用品メーカーの一つである。この会社は1946年に、ウルリヒ弁主によってメレで設立された。ダイナミック。 パーセルディストリビューションは、デスモルト宿の A30 号線沿いに、同社で、ヨーロッパ最大の配送施設を有している。ショーメッカーフェーデルンベルクは、アルテンメレシクに本社を置いている。4万500平方メートルの敷地で、約3000種類のバネを製造している。この工場では1年間に、約2万トンの鋼が加工される。この会社は1880年に、 車両用バネ工場として創設された。ブルトン GMBH メレは、エル l 区に本社を置いていた。この会社は1887年に、家族企業として設立され、最初は、シーファートンベルケエルと称していた。この会社は、セラミックオーブン製造のための耐火システム用、ファインセラミックス及びアラセラミックの世界的、リーディングカンパニーであった。 2013年7月にこの会社は破産を届け出て同年8月にミュンヘン近郊イスマニングのレフラテクニックグループに吸収された。アスマンビューロメイベル社はベスターハウゼンシクにある。ハインリヒアスマンは1939年に家具工場を買い取り、この会社を設立した。この会社は現在300人の従業員を雇用しており、 高級オフィス家具の組み立てに特化している。地上及び地下工事、技術工事、道路工事、指示体設計、水路工事のヨーゼフ・ヘーベル GMBH はメレに本社を置いている。支社は南ドイツとハンガリーにある。この会社の特殊性はヘーベルガスコンクリートの発明にある。プロジェクト・オイザーツ社はメレに本社がある。この企業は プロジェクトマネジメントに関するソフトウェアの開発及び販売である。メロス社の航空写真、メロスグミベルク社は1930年代に設立された。本社はメレにあり、オスナブリックに支社がある。1970年代にケーブル製品や床材となるエップド無粒子のためのコンポーネントを製造するために敷地を拡張した。2000年にこの工場は、 M.A. ハンナウントゲオンコンツェルンと合併して、ポリワンコンツェルンメロス GMBH となったが、メロスは2004年にこのコンツェルンから、再び離脱した。ベストラントグ・ミベルケは1920年に、エルンスト・ツーアネ店によって設立された。はじめは、靴のかかとのようなゴム製品を製造していた。1941年には二輪製品に、 1959年にはスポーツ用品に製造品目を拡大した。この会社は各地に死者や系列会社を有している。ノイエルファームウントフェルダーテクニーク社は駅の近くに位置している。この会社は農業機械の製造から始まった会社である。ルバックインドストリーザウガー社は1976年に設立された。現在は各地に死者を置く。 工業用吸引器製造及び吸引施設建設の設計、施行のリーディングカンパニーとなっている。ハイトリングイコールファールツイクバウ社はベリングホルツハウザー通りにある。この会社は延べ面積9000平方メートルの工場でタンクローリー、ダンプカー、セミトレイラー、牽引自動車を製造している。この会社は工業、資料産業。 木材ペレット産業のパートナー企業である。フニングマシーネンバウ社は、環境、バイオガス及び金属板加工分野の会社である。メラー・クライス・ブラッドが入居する、ハウス・フォア、メレ道路メレは、市内を東西に横切る連邦アウトバーン a 3十号線により、広域道路網に接続している。西側から、ゲスモルト、メレ西、メレ東、 リームスローと四つのインターチェンジが市内にある。本市東の市境のすぐ外側にある、ブルーフミューレンインターチェンジは、本市のブルーフミューレン市区ではなく、レーディングハウゼンの同盟の地区を指している。鉄道ブルーフミューレン駅レー駅は、鉄道レーネ・ライネ線の駅である。この駅には、ライネオースナブリュック・ミンデン・ハノーファー、ブラウンシュバイクと運行する。 レギオナルエクスプレス RE60、エムスライネイコールエクスプレスが2時間ごとに、バート・ベントハイムオスナブリュック、ヘリホルトビーレフェルトと運行する、レギオナルバーン RB61、ビーエンゲビルクスバーンが1時間ごとに発着する。市内にはこの他に、RB61 の停車駅である、ブルーフミューレニ駅とベスターハウゼン駅がある。ローカル列車には、ニーガーザク線料金が、 それ以外には、NRW 料金の総合料金が適用される。鉄道旅客交通は、DB レギオノルトと2007年12月から、ベストファー,アーレンバーンが、近郊旅客交通と3つの駅すべてを運営している。バスメレのバスターミナル地域は、星型のバス網で結ばれている。メレとその周辺路線は、コンラートシュラーゲーライゼン GMBH&COKG が運営している。 地方バスは1時間ごとにビッセンドルーフ及びオスナブリュックとメレットを結んでいる。バスターミナルは駅から約800メートル離れた市の中心部近くにある。一部のバス路線は直接駅まで行くが、その他の路線は約200メートル離れた停留所を利用する。6路線の夜行バスもある。オスナブリュック軍のバス交通にはオスナブリュック交通会社の料金が適用される。 航空メレグレーネガウ飛行場、メレグレーネガウ飛行場、メレの飛行場はかつての軍事飛行場であり、現在はゾンダーランデプラッツに分類される。この飛行場は内市街から東に約 1.5km 離れている。ここではグライダーや単発及び双発の飛行機が離着陸する。この飛行場には 750m のアスファルトの滑走路と 1.1km の草の滑走路、4つの格納庫、完成塔とクラブハウスがある。さらに民営の飛行機整備工場があり、ゼネラルアビエーションの機体整備と開発を行っている。エアロイコールクラブビュンデ EV と SFC、メレ EV は合わせて400人以上の会員がいるが、共同でこの施設を利用している。かつてはイギリス占領軍がこの飛行場を利用しており、 連合国はこの飛行場をエアフィールド B115 と呼んでいた。第二次世界大戦後は特に陸軍元水モントゴメリーの個人用飛行機が利用する軍事拠点となった。ミュンスター・オスナブリック空港ミュンスター・オスナブリック国際空港は国際的な交通空港である。この空港は メレから約60キロメートル、オスナブリュックから30キロメートル離れた、ノルトベストファーレン州グレーベンにある。この空港はメレから A30 号線経由で、ロッテ、オスナブリュックジャンクションに至り、ここから、連邦アウトバーン A1 号線南に向かい、インターチェンジ74、76で、連邦道 B475 号線に、あるいは直接インターチェンジ75フルクハーフェン。 ミュンスターオスナブリュックに行くことができる。この他に空港バス路線 X150 を利用してオスナブリュック経由で行くこともできる。遊歩道、自転車道、メレ市内には約9 0トルのアホールンウェイクをはじめ何キロメートルもの遊歩道が整備されている。自転車道についてもよく整備されている。大規模な自転車道にはハーゼ・エムス自転車道やエムスベレ自転車道がある。 イベント施設、レジャー施設財団救命救急、メレ市内には16カ所の消防署と2つの企業、消防隊がある。さらにメレには、ドイツ赤十字社が5カ所、技術救援活動組織地区連合が1カ所ある。この他に、オスナブリュック軍救急サービス及び病人搬送、EV の救命発出所に、救急車3台と、救急医師車両1台が常駐している。 1894年にメレで最初の病院となるメレ福音主義病院が開業した。創設者はティーマン牧師である。この病院はメレの福音主義ルター派協会組織が運営している。1930年に手術室を含む外科が拡張された。1958年18章の隔離病棟が作られた。1968年には7階建ての 拡張工事が完成した。新病院完成後、空き家となった旧病院には老人医療科が設けられた。1896年、ジーベンベルガー主席司祭はカトリックの聖マテウス会を設立した。この団体がカトリック教会組織の運営下に置かれた。聖インのフランシスコ女子修道会の修道が病人の介護に当たった。第二次世界大戦終戦まで、 医療サービスはもっぱら一般医学に限られていた。1945年以後、専門診療科を持つ本格的な総合病院となった。1999年までこの2つの病院は独立していた。1999年10月1日、病院の組織改編に伴い、キリスト教健康、看護センター GMBH が運営権を引き継いだ。 このセンターは、福音主義教会とカトリック教会が対等な立場で組織されている。第二段階として、2003年12月1日に、病院は合併し、メレキリスト教病院となった。ギムナジウムメレ市内には、基礎家庭学校が11校、本家庭学校が5校とその分校が2校、実家学校が3校とその分校が1校、ギムナジウムが1校とその分校が1校、 職業訓練学校が1校、自由バルドルフ学園が1校、総合学校が1校、特別学校が1校、教育援助学校が1校、メレ木工技術職業アカデミーが1校ある。1930年代には、メレには TB、メレ、メラー TB、SV メレといったスポーツクラブが存在した。1935年に上記の3クラブが合併して、 スポーツフェライン VFL1887 となった。1946年1月にトゥース・グレー・ネンベルク、メレとトゥース・アイニヒカイとメレという二つの新しいスポーツクラブが設立された。トゥース・メレは、その後ツラ・グレー・ネンベルク・メレと改名された。1956年にツラ・グレー・ネンベルク・メレは、ニーダーザクセンアマチュアリーガの創設時所属団体の一つとなった。 二年間このリーグに所属した後、ニーダーザクセンアマチュアオーバーリーガに昇格した。さらに1963年には新たに設立されたフェアバンツリーガの所属資格を得て、1974年に三部クラスのオーバーリーガノルトに昇格するまでこのリーグに所属した。1973年まで第一チームは、外個人監督、ホルストシマニアクという優秀な指導者に恵まれていた。 ツラグレー・ネンベルク・メレは特に大衆スポーツに注力したが、サッカーチームは、好位のリーグから降格しない成功を収めた。このクラブは、2003年3月に地元クラブのトゥース、メレと合併し、SC メレレ3となった。このクラブには、サッカーの他に、バドミントン、バレー及びモダンダンス、バスケットボール、ハンドボール、格闘技、格闘術、陸上競技、 オリエンテーリング及びアウトドアスポーツ、自転車、リハビリスポーツ、チェス、水泳、スポーツショー、ダンス、卓球、体操、バレーボールの部門がある。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。霊弦丸では、デスコのドイツ名ピッケルとはジャガイモを使った、パンケーキの一種。 カステンピッケルトとは、箱状の型を用いて焼かれたピッケルトを意味する。ありがとうございます。